名古屋市立神の蔵小学校は愛知県名古屋市緑区神の蔵に位置する公立の小学校である。1975年に鳴海東武小学校の文校として創立した。愛称は新章で校明は神の蔵に位置するからだと考えられる。授業は朝8時50分に始まる。1から3年生は週に1から3回4時間帯があり。 4年生以降は5時間と6時間帯で1週間を過ごす。5年生からは6時間帯の日の方が5時間帯の日より多くなる。授業は基本的に45分授業で、休み時間は朝と昼休み以外10分である。掃除は給食後20分ほどである。プール完成。交渉制定。体育館兼行動完成。北校舎3階増築工事完了。 後期作成。少年消防クラブ関東樹受賞。北校舎3階増築工事完了。管理無念2回。南校舎増築工事完了。校歌制定発表会。緑区連合運動会女子優勝。備品倉庫設置。花いっぱい有料賞中学校コンクール有料。小受賞。緑地完成。花いっぱい有料賞中学校コンクール有料。小受賞。 体力づくり有料校として表彰。緑区連合運動会総合優勝。学校保健有料校として表彰。南校舎二階増築工事完了。学校図書館奨励賞受賞。校渉設置。クラブハウス完成。観察地完成。難問花壇完成。コンビネーション遊具完成。玄関前、正門付近景観工事完成。 コンピュータ室完成。体育倉庫改築。生活化用石遊び場土遊び場完成。体育館床改修工事完成。大規模改造工事着工。生ゴミ処理機設置。クリーン大作戦。南校舎増築工事完了。仮設校舎設置工事完了。学区は神の倉、東進の倉、白土、赤松からなる。運動会は、 毎年9月末に開催される。5.6年生以外は9月の初旬から練習を、始め5.6年生に関しては、組体操の練習のみ6月頃から行う。学芸会と作品展は毎年交互に行われる。学芸会は学年ごとに劇を披露する。作品展は図画工作の時間に作った作品を一人一、二点ほど展示する。卒業生のほとんどが、 学校から600メートルほど離れた神の倉中学校に進学する。中学受験をする者はごく少数である。ありがとうございます。